なんかね、硬くなってる。よし、よし、行くんだ、行くんだ。あやばい。あOK、ベベル以外はね、問題なさそうなので、ベベルのシムだけをちょっと、薄い方向に持っていく感じでいいかな。ベベルの、ここにね、0.5 と 0.1 を足した気がするので、一旦 0.1 を外して 0.5 だけにしてみようか。これで、うまくいくといいな。よし、これで、またちゃんとネジを止めて、よし、これでちょっと確認しようか。あ、これでもきついぞ。あれ？あ、ここも、大地のスパムきつくなってる。なるほど。OK。大地のスパム要調整か。やっぱ毎回ネジ止めなきゃダメだな。大地のスパムもちょっと乗せすぎたっぽいので、大地のスパーは 0.5 を使ってたけど 0.4 にしてみようか。なんかここも 0.5 ちょっと怪しかったな。こっちもちょっと 0.4 に変更するわ。 0.3 と 0.1 ね。よし、 OK。 これでね、様子見てみましょう。よし、よし、どうだ。あら。あら。あらら。ら、ね、第1のスパーはね、余裕出た。けどね、第2のスパーが全然ダメ。なんか変だぞ、これ。なんだ、この違和感は。なんかね、隙間がであるのよ、一応。あるのに、なんかね、硬くなってる。OK。ちょっとこれ調べてみます。OK、OK。なんかね、ちょっと分かってきた。モーター外してみて分かったけど、モーター外すとね、なんともないのよ。だから、多分、この下に積みすぎたんだ。これだ。今、0.5 を1枚にしてたから、これを 0.4 にしてみようか。0.3 足す 0.1 の 0.4 ね。下を積みすぎてね、バランス崩したっぽいな、どうも。よし。これで、よーし、じゃあね、最終的にちょっと調整できた気がするので、もう一回ネジを止めてね、チェックしてみましょう。やっぱね、調整幅がね、普通のね、スタンダード電動ガンとね、に比べるとないから難しいね。よし、これで、あ、よーし、来たー、よっしゃー、ほら、ほんのちょっとだけ型が出てる。いい感じだね。もうちょっと冷たい気がするけども、これ以上詰めるのは、0.1 ぐらい上からね、下から一気さなきゃ、もうこれ以上は無理だな。これ以上詰めるのは無理だ。もうちょっと冷たいけどね、気分的にね。第1のスパーもほんのちょっとだけ隙間あって OK。第2のスパーもちょっとだけ隙間あって OK。で、セクター自体もちょっとだけ隙間あって OK。よっしゃ、この状態でもう一回だけ、電気入れてね、回してみようか。多分ね、音変わったと思うよ。あ、ほら、全然違うじゃん。あ、いいね。お、いい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 。おー、これかなりの静音化が狙えるね。ほら。めっちゃ静かだよ、これ。おほほー。いい感じじゃないですか。いいね、いいね。よーし。OK。じゃあ、ギアの組み込みはね、完了したので、じゃあ、あとはね、ちょっと一通りパンパンパンと、このスイッチユニットまで含めて、ここの中もね、組んじゃって、また次の方行こうと思います。よーし。じゃあね、もう入れる一個手前の状態まで組み立てておきました。はい。で、今回ね、バネを入れていきますが、バネは、どれにしようかね、ちょっといろいろ迷ったんだよね、とか迷ってんだよね。アングスのやつにするのか、極みにするのか、まあ、なんか見た感じね、なんかあんま変わんなそうなので、まあ、極みにしとこうかな。OK です。じゃあ、極みを入れて、まあ、あとはね、割れないことだけを、祈りましょう。で、この9ボール、ライラックさんの、スプリングガイド、ちょっとだけね、ここが分厚いんだよね。
ノーマルがこうなんですよ。ほら、ちょっとだけ分厚くなるから、まあ、この分ね、要はかさ増し効果が出て、ちょっとね、威力が上がっちゃう、要はそれだけメーカボにね、ちょっと負担がかかる可能性が高いですと、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。気をつけようがないんだけどね、こんなのね。やってみてどうなるかっていうだけの話だから。はい。というわけで、じゃあ、入れる準備をね、今しております。グリスはね、後から追加が可能なので、まあ、見えるところだけはね、しっかりとグリスアップだけしておけばいいかな、というふうに思っております。はい。やってしまった。これシリンダーの中にグリス入れてなかったな。ここね、ここ。まあ、薄くでいいと思うので、塗りすぎ元気いいですね。よし。よし。じゃあ、こっち側も閉めたらね、グリスアップできないところだけを中心にね、グリスアップをしていけば問題ないかなと思います。はい。よーし、じゃあ、ここもグリスアップをしてなかったな。よし、OK。この裏からやったので、OK です。よし、じゃあ、グリスはね、一応塗りたくったものをここに打ち込みまして、で、こいつを、入れますと。よし、いけるかな？せーの、よっ、せーの、よっ、あー、きついねー。よーし、準備ができました。なんか大丈夫っぽいね。おっしゃ、よっしゃ、これをこのままね、ポーンと閉めちゃえばいいだけなので、よっしゃ、楽ちんだ。よっしゃ、入りますよ。よっ、よし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 、行くんだ。行くんだ。ははは、やばい。やってしもうた。さっさく外れましたね。よし、オッケー、オッケー。さあ、さっさと止まってくれ。よいしょ、お、いい感じ。よし、よっしゃ、来た。いいじゃん、いいじゃん、オッケー。おー、閉まったね、閉まりましたね。おーし、いい感じ。よっしゃね、ちょっとネジ止めますね。よーし、一通り組み終わりました。さあ、ちょっとテストやってみよっか。いや、頼むやよ、壊れるなよ。あ、やっぱりな、電源装置のパワーだと引っ張れない。まあ、これはもう定番だね。 OK、 じゃあちょっとリポで引っ張りましょう。よーし、じゃあね、リポをつないでやってみましょう。怖いなー、頼むや、終われんなよ。よーし、行くぜ。まあ、まずは回ってほしいね。おー、行った行った、いいね。もういいじゃん、いいじゃん。早っ。おー、わかる？モーターのさ、駆動音あんましないでしょ。ほら、いいね、かなり静音化になってるよ。おー、しかもさ、今んとこ割れてない。前回で MP7 でやった時さ、もうこんなんでさ、マジで最初のさ、数発でいったかんね。もうマジで悲しかったよ、あれ。よーし、オッケーオッケー。よーし、ちょっとモーターの停止、ギアの停止位置がちょっとまずいので。ああ、よしよしよし、いいところで止まりました。おーし、オッケーです。いいとは言ったけど、かなりプリコック状態になってる。まあ今回ね、そう、言わなかったけど、今回ね、プリコックを前提としてます。はい。なので、プリコックをね、どうやって実現するか。まあ、ET プラプラを使うんでね。まあ、EB プラプラ使っても一緒なんだけど、今回ね、ET プラプラを使って、さらに細かくね、ギアの回転位置を検出して、精密にね、制御していきたいと思ってるので、はい。じゃあね、続き行きましょう。よーし。じゃあ、それではね、続きやっていきましょう。今回、ペルに ETU プラパラを使いますと。なので、まあ、やり方としては、この P90 とか、あと、ファーマストの時にやった、まあ、やり方と一緒なんですよね。そう、トリガーセンサーと、
セクター圏センサー、その両方をね、ペルン ET プラプラに食わせてあげなきゃいけないわけですよね。そう、それで、ここから取れるものは、普通に考えると両方なんだけど、今回ここのね、トリガースイッチはね、ちょっと使わない予定です。はい。なので、とりあえず、セクター検知、ここね、うん、このセクター検知だけをしてあげればいいかなと思って、考えたのがこれでございます。はい。位置検出センサー、まあ、よくね、T238 とか、ああいうやつについてるね、位置検出センサーを使って、ここの辺、ここにね、ポイって、こんな感じでね、取り付けて、見ようかな、というふうに考えてます。はい。というわけで、ちょっとね、これに付けてみようか。ちょっとね、難しいんだよね、場所的に。どう固定したらいいかな。あと、この裏側が接触するね。これはまずいな。じゃあ、一旦、ここかな。ここにちょっと、で全体を作りましょう。こんな感じでいいかな。よし。で、よいしょ。まあ、一応ここにも全体乗せとくか。後ろが接触しないとも限らんので、よし、いい感じに塗り広げられたかな。よし。そしたらば、まずこれをね、固めましょう。よし、じゃあ UV で。おいえ。よし、OK。固まったかな。おいいね、固まったね、オッケーです。そしたらこれで絶縁をしたので、その上に、乗っける感じ、こんな感じ。よし、じゃあまず一旦手前の方をねレジンで固定しちゃいましょうか。あ、待った、ちょっと待ってよ、ここねピンが通るんだ、危な。思いっきり流し込むとこだった。あー、どうしようかな。なるほど。ああ、やばい。よし、まあいいや。うまく返しよう。よし、まずはここだけ。よし。ピンを通しといて、この状態でやればいいかな。うん。よし、ここで UV 行こうか。よし、OK。これで一旦ここはね、固まりましたと。OK。で、この棒を取れば、いい感じで、抜けてくれるかなと。よいしょ。あれ？あ、逆だ。よいしょ。あれ？抜けなくなっちゃった。よるや。オッケー。よし。いい感じですね。よし。そしたら今度はスイッチ側の固定といきましょう。固定するって言っても、こことここでしか固定ができないから、だいぶ、貧弱な感じになっちゃうかな。ちょっと不安だね。よし。反対側。よし。OK。綺麗にいったね。よし。指固定。よし。ここでいけたかな？おー、固まりましたね。いい感じだね。ほんとレジンって便利。あとはこれがね、上にほら。カシコンって言って、センサースイッチをね、押してくれるようになったので、こんな感じ。うん。これで、まあ、セクターの検知はね、できるようになったかなと思います。よーし。ちょっと一通り動かしてみよっか。うん。よし。そうだな、やっぱそうだね。モーターを動かしてチェックするのが、正しいやり方なので、ちょっとモーターを動かして検知できるかな。なんかちょっと難しい気がするね。いや、なんで難しいって言ってるかというと、一瞬しかスイッチが入んないから、テスターが反応しない可能性があるんだよね。よし、まずは手で動くか。あれ？ OK。手で動くね。ちょっとここ手で固定しないと動かないな。ダメだ。OK。OK。よし、これでモーターに電気を流して、ピッて音が鳴れば、一周してピッて音が鳴れば合格ね。うん。よし、ちょっとやってみようか。鳴らないね。早すぎてならんじゃないか。ちょっとここから先は手で動かせるか、手でやってみようか。
よいしょ。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 あ、くそ。まだモーター。まだ引っ張り切ってる、引っ張ってる最中だった。きっついな、これ。よいしょ。よし、なった。これをもうちょい動かすと、ピーってなるはずなんだよな。あ、なった。ほら。ここの角度でなるんだ。おー、いいんじゃない？だって、ピストンリリース、今して、ちょっと動かしたら、ピーってなってるからね、これね。お、いいじゃん、いいじゃん。で、もうちょい、もうちょい、もうちょい。おー、よしよしよし。セクター検知できますね。おー、いい感じじゃん。いや、素晴らしい、素晴らしい。よっしゃー、これで、セクター検知のね、仕組みが整いました。OK。じゃあ、次は、うん、もうメカボ側、作業は終了だね。OK です。じゃあ次は、トリガーセンサーとか、そっちの方をね、注力していこうと思います。